名古屋ウィメンズマラソンに挑戦が続く女性一般ランナーの様子、バンテリンドーム名古屋から生中継でお伝えしています。さあ続いてご紹介するのは名古屋のアイドルグループシャチの秋元ほのかさんです。今回大会の魅力や愛知県の観光情報を発信するインフルエンサーに任命されています、うん、大きな夢を持って今回挑戦しています。その思いご覧ください。名古屋を代表するアイドルグループ、その名はシャチ。2012年のデビュー以来、名古屋はもとより全国のファンを魅了する活躍を続けています。その一人秋元ほのかさんが今年名古屋ウィメンズマラソンに挑戦することになりました。早速普段のレッスンの様子を取材に行くと、アイドルは筋トレをしていました。マラソンだって走り切っちゃう勢いです。私たちシャチがスーパータフなグループって言ってるんですね、自分たちで。フルマラソンって本当スーパータフだと思うんですよ。なので多分てか絶対チームに生かせれるんじゃないかなと思います。スーパータフなアイドルシャチが挑戦するフルマラソン。秋元さんはコロナの自粛期間中、体力維持のためにマラソンを始め、走ることの魅力を知りました。そしてウィメンズマラソンが自分たちをさらにステップアップさせてくれると感じ、挑戦を決めたのです。で、基礎トレーニングに筋トレ、アイソレって書いてある筋トレから、コロナ禍でもライブを届けたいと精力的に活動を続けたアイドルシャチ、今は夢に向かって走り続けています。シャチの夢、それは名古屋のアイドルの最終地点ともいえるバンテリンドーム名古屋でのライブ。ウィメンズマラソンは夢へと続く新しい挑戦です。夢からスタートして夢に帰ってくるってちょっとロマンありません？23年間生きてきて多分一番きつい5時間とかになると思うんですよ。でもこれが達成したら新しい自分が見えるんじゃないのかなと思って、それを味わいたくて走ってみたいと思います。ライブもマラソンも見ている人を元気にしたい、そんなアイドルらしい熱い思いが彼女を突き動かします。走ることってもう本当にきついじゃないですか。きついし苦しいし、そんな長い距離だけど、私がこれを達成したら誰かの頑張ろうという気持ちにつながったりするのかなと思って、なのでまあその気持ちで頑張りたいなと思います。もうワクワクが止まりません。コンディションバッチリです。昨日も11時には寝ました。他のメンバーとかも応援してくれたりします？もうメッセージが届きまして、ゴールで待ってるよって、でも無理はしないでねっていう感じで、それでは行ってきます、頑張ってきます。笑顔で送っていただきたいと思います。楽しんでください。さあそしてこちらにはそのシャチの秋元ほのかさんに来てもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様。素晴らしい走りだったということなんですけれども、完走タイムは、はい、4時間6分52秒でした。素晴らしい、はい、早いですね、はい、あれ目標タイム5時間半、5時間半が目標だったのに、はい、4時間6分52秒はい、もう大満足です、自分的には。初マラソンですよね。はい、初マラソンで、もう自分的にどうなるか分からなかったんですよ。ゴールできるのかどうかもなんですけど、走ってたら名古屋の街並みとかすごい綺麗で、道路も走りやすくて広いし綺麗で、なので楽しく最後まで完走することができました。改めてこの街が好きになったんじゃないですか？大好きです。そして一緒に走った皆さんとは何か声を掛け合ったりとかいうのはあったんですか？なんか集団で、まあ、声掛け合う余裕もないぐらいでみんなで走ってたんですけども、なんか大変なのはみんな一緒ってみんなが分かってるので、みんなで
頑張れた、みんなが入れたから頑張れたっていうのはありました。普段はアイドルという立場でね、ステージの上でっていうことですけれども、はい、やっぱり身近に近くに感じましたか？近く感じましたし、その走る前だったりもファンの方からもたくさん応援メッセージいただいてて、それもすごく力になりました。そしてここにフィニッシュするのが夢だったんですよね、バンテリンドーム。そうなんです。あの前身グループがチーム社長校という名前でやってたんですけど、その時からいつかはこのバンテリンドームで、名古屋ドームでライブをしたいっていう夢があったので、ここをフィニッシュする時、見えた時も感動しました。はい、また夢に一歩近づいたんじゃないですかね、これで皆さんにまたさらに知ってもらいましたもんね。はい、シャチです、覚えてください。はい、あのこちらに高橋尚子さんと野口みずきさんがいらっしゃいますので、はい、今走り見た印象をちょっと聞いてみましょう、はい、高橋さん。あの私ラスト見てたんですけれども、はい、このバンテリンドームに入ってからラストスパートしましたよね。はい、あの今回のこのマラソンの挑戦、アイドルの活動に活かせそうですか？バッチリ活かせそうです。私たちシャチはスーパータフ、タフなグループとしてあの元でやってるので、あの私筆頭にメンバーみんなタフなので、どんどんこれからもタフに頑張っていきたいと思います。じゃあこのタフだった野口さんにも一声お伺いします。はい、タフ代表の野口です。あ、もう本当に すごいです。はい、ありがとうございます。もうあの普段やっぱりライブをやられているということで、普段からあの筋トレをしているということで、すごくあの走り方のフォームがあのバランスがとても良くて、だからこの4時間6分というあの記録につながったのかなと思いました。ありがとうございます。引き続き頑張ります。はい、頑張ってください。また走りたいですか？走りたいです。途中のウイローも美味しかったです。映画の、はい、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。秋元ほのかさんでした。いや、ありがとうございました。爽やかな、マラソン終わった後ってあります？いや、もうこれちょっとランナーズハイな感じですかね。もうすぐ走りたくなる。ね、またティファニーブルーがすごい似合ってましたね。そうでしたね。はい、こちらには改めてシャチの秋元ほのかさんに来てもらいました。はい。ティファニーのペンダントつけましたね。つけました。キラキラで可愛いです。アマリリス、嬉しい。そして川村愛美子さんが今まさに走っていますけれども。はい。はい、そうですね、あの本当に終わりのないマラソンはありませんので、最後まで頑張ってください。頑張ってほしいですね。そしてあの他のチームの皆さんはどこで応援してくれてるんですか？はい、シャチのメンバーはあのゴールの隣にあるブース、奥にあるブースの方であの生配信して待っててくれたんですけども。他のチームのメンバーにもマラソン進めたいですか？あの進めたいですね、はい、大変なんですけども、あの今後多分いろんな辛いこと苦しいことあると思うんですけど、このマラソン頑張ったっていう自分がいたら自信になると思うので、ぜひやってみてください。はい、川村さんも最後まで頑張ってください。